チョガザンビールとは、古代エラム人が、現在のイラン・フーゼスターン州に作った複合遺跡である、メソポタミア地方以外では、数少ないジックラトが存在する。デズフールのおよそ2 5ートにし、スーサの4 5トル南方に位置する。1979年に、ユネスコの世界遺産に登録された。チョガザンビール、チョガザンビール所在地。 チョガザンビールは、紀元前1250年頃に、アンタシュナピリシャの手によって、インシャシノック神への数形の意を込めて建設された。元々の名前は、ウンターシュの町を意味するドゥアアンタシュであった。しかしながら、この古代都市は、最終を除いてはそれほど人が居住したとは、考えられていない。チョガザンビールは、山荘の連結した壁で、保護されており、壁によって、メインエリアは、 町と定義される。三層のエリアに分けられるチョガザンビールのうち最も内側の層は、主神に捧げるためのジックラトが建設された。このエリアの建設は、アンタシュナピリシャが貯蔵庫を合わせ持った寺院と共に建設された。その次の層は、主神に次ぐ地位に入ると考えられる神々のために11の寺院が建設された。元々の計画では、 22の寺院が建設の予定だったと推測されているが、建設途上でアンタシュナ・ピリシャが死亡したため中止され、その後は建設が行われることはなかった。最も外側の層は、王宮や総裁を行うための場所、王室の5つの墓がある。アンタシュナ・ピリシャが死亡した後、チョガザンビールの拡張は行われなかったが、町自体は、紀元前640年に、 アッシリアをアッシュールバニパルが破壊するまで放棄されることはなかった。チョガザンビールに残る膨大な数の寺院に基づいた学者の推測によるとアンタシュナピリシャは新しい宗教の拠点を作ろうとしていたのではないか。それは高チエラムと低地エラムを一つに結びつけるような宗教の形態と考えている。1951年から1962年に実施された 考古学調査によって、チョガザンビール遺跡の全貌が明らかになり、ジックラトが世界中のどこよりも保存の良い,い状態であると考えられるようになると1979年に、この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。